忙しい中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。ただいまより国葬不正の入所者全員の陰性が確認された件について記者会見を始めます。来年について神奈川市の松田副市長より説明いたします。はい、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。それでは発表させていただきます。船橋市が香取郡遠野小町に設置をしております北総育成園における新型コロナウイルスの集団感染につきまして3月28日に報道発表させていただきましたけれども、この度入所者全員が陰性となったことが確認されましたので発表させていただきます。でこれまで陽性となった入所者の方の検査随時状況を見ながら行ってまいりましたけれども、5月12日および13日の検査をもちまして入所者全員が2回連続で陰性となることができました。施設の運営にあたりましては市とともに県や千葉県知的障害者福祉協会運営法人の他の施設の職員の方有志の皆様からさまざまなご支援をいただきました。でまた遠野小町の岩田町長さんはじめ遠野小町役場の皆さん、そしてまた遠野町の町民の皆様にもご理解とご協力をいただきました。心より感謝を申し上げる次第でございます。で現在の状況でありますけれども、利用者の多くが元気を取り戻してきておりまして、職員につきましても非常に多く陽性のとなった方がいらっしゃいましたけれども、医療機関で療養をしていた方が順次復帰をしてきておりまして、集団感染発生前の生活に向けて今活動を始めているところでもございます。で現在入所者のうち2人の方はまだ医療機関に入院中となっておりまして、この2人の方のご回復をお祈りをしているものでございます。そしてご遺族の方の強い意向によりまして、その時点での発表は控えさせていただいたんですけれども、この北総育成園のにおける新型コロナウイルスの関係でお二人の方が感染症によりお亡くなりになりました。市といたしましてもすべての方が回復していただけるようにということを強く望み目指してきたわけでありますけれども、本当に残念でありまして心からお悔やみを申し上げたいというふうに思います。でなおこの亡くなられた方の年齢性別等につきましては先ほども申し上げましたけれども、ご遺族の方の強い意向がございまして控えさせていただきます。で亡くなられた方のこのお二人の人数につきましてはこれまでの県の報道発表の数字の中に含まれております。でこれまでの取り組みについてでございますけれども、施設内における医療につきましては県が中心になって対応をしていただきました。で市といたしましてはお配りした資料の中にございますように保健師、看護師、そして市の職員の派遣に加えましてガウンやゴーグル、マスクなどの防護具、衛生用品、その他の物的支援を行ってまいりました。でまた千葉県知的障害者協会に加入しております有志の法人の方に食事や布団の手配等をご支援をいただいたほか、遠野小町からは市が派遣北総育成園に派遣をいたしました市の職員の宿泊施設の提供をしていただきました。でそうした中で特に北総育成園の職員の皆さん、陽性にならなかった職員の方が、サポートには入りましたけれども非常に数少ない中で懸命に頑張ってくれたことを本当に感謝をしております。市といたしましても入所している中で陽性が確認をされたということにつきまして関係していただいたすべての皆様に感謝を申し上げる次第でございます。で先ほど申し上げましたように施設職員が順次回復して復帰してきていることを踏まえまして市としての人的支援は終了いたしますけれども物的支援につきましては
施設が本来的な日常を取り戻すことができるまでは必要に応じて続けてまいります。で、今回北総育成園の集団感染を経験いたしまして、まあ、私といいますか市が強く感じたことが2つございます。で、1つは今回市が設置をしている施設であることから、市から職員を派遣するなど、まあ、当初からまあ、その時点に必要なものについて一定の対応ができたというふうに考えておりますけれども、これが仮に数多く存在しております一般の法人が設置をしている施設の場合は、これはどうだったのか、現実にそういった施設があるわけでありますけれども、これが船橋市だけではなくて全国の自治体が同じように今こういった障害者の方の施設を運営をしておりますし、そうして独自の法人として運営をしていただいているわけですけれども、この辺をどうしていくかということがやはり今後の大きな課題であるというふうに思っております。で、5月4日付で国の方から指針が示されております、けれども、例えば人員、先ほど言いましたそういったクラスターが発生したところにどういった人的サポートをするのかということで、それについては人員体制の確保については確保策を検討しておくことが望ましいというところ、もう少し詳細にも触れられておりますけれども、現実問題としてはやはりウイルスに感染している施設の中に感染していない人がサポートに入るという、その人員確保は非常に難しいことがありますので、これについてはやはり実践的なマニュアルを今回のことをが繰り返されないようにしっかりと国や県におきましてもマニュアルとして確立をしていただきたい、また市の方としてもこれについてはまた今後大きな課題として検討を加えていきたいというふうに思っております。そしてもう一つは、これまでも何度となく申し上げておりますけれども、北総育成園のケースでは全く無症状、健康に普通に職員として入所している方のサポートをしている方を含めて全体のそういった方が健康な状態であった人の 28% ぐらいが無症状の陽性者でございました。で、これについてはやはり私としては社会の中で今人との接触等を控えるべきだというところの根拠がなかなかそういった人がいるんだ、またその人たちがどういった感染力を持っているのかということも示されていませんけれども、外国では多く指摘をされている例でもありますので、今回の北総育成園の検証を、全体的な検証をこれから国県でも加えていただけると思いますけれども、こういった無症状 のサイレントキャリアについてもやはりこういった数少ない事例でありますので、今後に向けて生かしていただければというふうに思っております。船橋市からの発表は以上です。